はい、皆さんこんにちは、マダルグルビジです。では今回は信長の野望じゃないですね、対抗歴史大ワイブ明智光秀プレイ続きをやっていきたいと思います。ではまず早速表情から参加していきます。さて合戦か、小牧山城の攻略戦。ここは自分を大将にしてもらいたいのでそのまま出陣 OK だ。では出陣していきます。そろそろね、城主になりたいなというタイミングになってきてますからね。過労に昇進した光秀なので、ここは合戦で武勲を立てて城主へのアピールをしていきましょう。さあ小牧山城攻略戦になります。まあ、特に最初はなんか策を、することなくノーマルに援軍を要請して戦っていきましょう。まあ、援軍はそうだな、駿府から出してもらえれば一番いいよね。ただ金がかかるのか、しかも自分の身銭を切れと。いや、そりゃ無理だ。援軍要請などいらないな。このまま力攻めでいきましょう。ただ敵もまで1万が入ってるんだもんね。援軍が来る可能性があると思っておいた方が良さそうです。さあ道さんが援軍でやってきましたので、ここは野戦で蹴散らしましょう。風林火山を発動するその時が来た。では早速風林火山を発動しながら進めていきます。いきなり風林火山発動でいいんじゃないかな。まあ、ただまだ敵が近くにいないからね、敵が寄ってくるまではこのままノーマルに行きましょう。ではここで秘技風林火山を発動だ。これで味方がね、一気に敵を片付けてくれるでしょう。小牧山城攻略完了です。やっぱりね、恐ろしく風林火山強いですね。間違いない。この勢いでどん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 斎藤の城を落としていけば、当然その城の城主が空きになるので、光秀がそこに滑り込める可能性がね、高くなっていきますからね。じゃあ次の表情までですが、まずは駿府の町だな。いや、駿府の城だ。家康がいるかどうか確認していきます。城、家康がいれば家康にね、何か技能を教えてもらいたい。義元に顔を出したらいるね、家康。よし、ここは茶を振る舞っておいて、で技能指示鉱山。まだ上達しただけで何か新しい技能は得られなかったか、残念。じゃあこれで一度表情参加して次の合戦をしてっていうルーティーンを始めていきましょうか。まず一旦寝ましょうね。寝ておいて次の表情でもう稲葉山城を攻略しちゃおうよってね、提案したいぐらいですけどね。さてどうだ、これで城主に任命してもらえれば嬉しいんだけど、軍備ではない、今は合戦だ。さあどこに合戦を仕掛けるかです。まあ大垣城かな、無難にね。却下されて光秀はそうだな、まあ徴兵でもしておきましょう。小諸城に行って兵をね集めておきます。まあ、そんなに遠くないので小諸城で徴兵したら自由時間になりますね。徴兵3000貫があまりいい結果ではなかったね。確かに
忘れないうちに登場して報告はしましょうとはいえ、これ忘れるとね、むちゃくちゃ下がりますからね。ではまた駿府に行って家康から学ぼう。家康もね、結構いないことが多いのでどうなんだろうっていうのはあるんですけどね。いないか、いないパターンであれば小田原の町に行きます。この辺りは近いからいいよね。武家宅回りましょう。高節祭と含めて何人かに茶を振る舞っておきましょう。ん？小田原の町はどの国にあるかご存知でしょうか。相模。OK、高節祭の札をゲット。他みんなに茶を振る舞っておきましょう。基本的にあまり、ああ秀綱がいる。秀綱とちょっと戦いますか。小田原の町で体力回復して、で叱るのちに秀綱と戦う。秀綱本当に強いからね。秀綱に勝てる日がいつか来るのかなっていう感じしますけど。では武家宅で秀綱のところに行き、茶を振る舞えば戦おうみたいなことになると思うので、ここで剣豪中の剣豪秀綱、本当に強いですからね。いや一撃しずる、危なー。影か、どんくらい残るかだな。半分、こっちのタッチの攻撃が入る。あ、入らないんかい。マジか。うわ切られた。全然ダメだったな。全ての攻撃を読まれていた。いつか勝てる日来んのかな本当にね。まあ、体力なくなってしまいましたので帰りましょうか。で休んだ後はまた合戦に行かせてもらいましょう。自宅で休養します。残っているのが大垣、あとは稲葉山城、もう一個ぐらい城あったかなと思うんですけど、いずれにしても、もう数は多くないはずなので、斎藤家の城場で息の根を止めにかかります。登場。大垣城攻略戦だね。よし、これはまた私を光秀を大将に任命してくれた。 OK だ。これでまたね、一つ城主のいない城を作って自分を城主にしてもらえるチャンスを広げていきましょう。さあ大垣城攻略戦になります。風林火山がある限り負ける気がしない。はい、これで大垣城の攻略が完了です。順調に来てるね。光秀自体は武勲をほとんど稼げなかったけど、それでも城主の座が手に入るチャンスはね、広がっていってると思うので、このまま次は稲葉山城の攻略を提案しましょうか。では次の表情まで時間ありますので、そうだね、一度近場の甲府の町にで、もう馬の指示はできないよね、完全だもんね。となれば、まあ、とりあえず薬をいくつか調達しておきます。万能薬、あとは医術を勉強して、体力回復のために寝て登場して合戦というルーティーンですね。では寝ます。いや武田家に来て正解だな。
合戦が多いし、城主になるチャンスも多いし。では稲葉山城攻略を提案していこう。正影が昇進したか。稲葉山城攻略戦、対象を自分にしてくれ。よし、正影も過労に昇進してましたね。今ね、過労になれば引き入れる一軍が4000に増えるので、火力がねだいぶ増すのかなと思います。稲葉山城攻略戦です。稲葉山城はどうなんだろう、硬そうだからな。ここはさすがに援軍の要請をしましょうか。とはいえ金がかかるんだろうな。どこもね、どこも金がかかるな。金がかかるのであれば不要だ。このまま一気に風林火山で踏みつぶしましょう。まあ残念ながら稲葉山城攻略ならずですね。いや、むちゃくちゃ強いな稲葉山城。合戦にならないとちょっと厳しいですね。野戦にならないと。で、久政から長政に浅井が代替わりしたという話が来てます。ここは一旦寝よう。薬も飲む。で、再び稲葉山城攻略戦だな。今回は金を使ってでもいいので、少し援軍を考えた方が良さそうですね。内政ではない、今は合戦だ。稲葉山城もきついはずですからね。我々がとどめを刺そうじゃないか。なあ、見送られた。しょうがない。ここはじゃあ神殿開発でもしとこう。で、早速報告だけしちゃいます。で、家康を探しに行こう。稲葉山城が取れればもう斉藤家は虫の息と言っていいと思うんでね。そこまでもう一歩ですかね。あ、いないか、残念。であれば甲府に戻って、甲府で医術の勉強をしておく。だは、あまりいい結果が得られなかった。20日間も修行してか。まあその三井ではね、その朝倉にいた時には医術医療の心得が多少あったというような文献が残ってるようなんで、ここでもねしっかり、特に対人戦で戦えるときに止血でね体力を回復できるっていう、まあ、秘技を持ってはいるんですけど、まだまだレベルアップの余地ありますからね。今回は合戦、稲葉山城攻略、これに尽きる。稲葉山城、今誰かと戦ってたな。稲葉山城が誰かの手に落ちるんじゃないか、これ。それはそれでちょっと微妙だな。沼田城で徴兵しておきましょう。主命です。そしたら一度稲葉山城に行ってみましょうか。最近徴兵にしろ神殿開発にしろ
思った成果が出てないのが気になるな。過労になったからといって緩みが出てるわけじゃないと思うんですけどね。じゃあちょっと稲葉山城を今誰と誰がまあ斎藤が誰に攻められているかを確認しましょうか。あー、吉本が攻めてるのか。これは落ちるな、稲葉山城が。残念だけど。じゃあ医術の心得をアップさせましょう。間違いなく家康とかも出陣してると思うので。寺に来ちゃうんだよね、海鮮保障のところに。海鮮保障じゃなくて今は医者のところに来る。お、技能が上がった。 OK。 じゃあこれでまた表情を待ちましょう。いや本当に落とされちゃうよ、稲葉山城が。北条と今川の連合軍で今叩いてましたからね。では登場します。方針合戦、稲葉山城。なあ、見送られた。まだ合戦してんのかね。鉱山開発、何も考えずに丸ボタンを連打してたら鉱山開発になっちゃったけど、いい結果とは言えない。このパターン多いな。途上して報告だけはします。いや、なかなかしんどいよな今。ちなみにまだ合戦続いてんのかな。あ、合戦は終わってる。じゃあ次のターンでこそ我が願い聞き届けてもらえるかもしれないですね。駿府に入って家康が多分いると思うんで。あ、家康出かけてったね、今寸前のところで。不在、残念。そしたら小田原城行きましょう。で、武家宅行って、宇治国あたりが、まあ、いないのか。残念だな。秀綱と戦ってる余裕はないので、しょうがない。ここは帰って、次の稲葉山城攻略戦に備えましょう。なので、そうだな。扁平上で施しでもして、強化しておきましょうか。次の戦いで。しっかり活躍してもらわなきゃいけないですからね。で、稲葉山城を取れれば斎藤が滅びるので、次の攻略目標をまた考える必要が出てきますね。まあ、風林火山がついてる以上相当戦いが楽になってますけど。さあ合戦だ。合戦、なんか急にね、守備固めしようみたいな言い始めてますけど。なあ、見送られた。なかなか合戦にさせてもらえないな。今回も鉱山開発、あんまり得意ではない鉱山開発をやらされてるからな。じゃあ駿府に行って家康を探しましょう。いないか。全然いないな。これは誰？謎の人間ハヤト。まあ、話すだけ話して、あとは宇治国のところに覗いて帰りましょうか。未完成品は一応金に余裕があるので買ってあげます。で、武家宅行って、宇治国がいるかどうか。いない。これさ、みんな合戦行ってんじゃねえか説だな。
なんか合戦してそんな予感がする。やっぱりだよ。吉本が戦ってるんだな。横取りされるな、このままだと。ではちょっとこのままだとね、拉致が開かないので、稲葉山城のね、攻略戦は次回に回させていただこうかなと思います。なので次回は稲葉山城攻略戦から開始をさせていただきたいと思います。今回はじゃあここまでにさせていただきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。